王位戦七番勝負の第一局は、豊田市能楽堂の能舞台で午前9時に始まり、王位戦4連覇を目指す瀬戸市出身の藤井聡太七冠に佐々木大地七段が挑みます。2人は別のタイトル棋聖でも対局を繰り広げていて、ここまで藤井七冠が2勝1敗と棋聖の防衛に王手をかけています。それぞれ対局前に意気込みを語りました。まあ、王位戦だと、まあ、第1局を落としてしまうことが、なんとかこれまで、はい、多いので、まあ、最初からこうしっかり、まあ、集中して臨んでいきたいなと、はい、思います。自分も、獲得に向けて精一杯、準備してきましたし、いい将棋を指したいなというふうに思います。王位と棋聖のダブルタイトル戦で激突する両者。王位戦は2日制で、持ち時間はそれぞれ8時間、決着は明日夕方以降と見られています。